このレッスンでは、ロジックプロを使ったマルチトラック録音について解説します。はい。えー、Logic p はですね、えー、単一のトラックだけでなく、複数のトラックに対して、別々の音ですね、オーディオインターフェースの別々の入力に入ってきた、例えばマイクであるとか、LINE、えー、ですね、それをバラバラのトラックに録音するマルチトラック録音が可能となっています。ではですね、えー、実際にそれをやってみようと思います。 はい、今ですね、新規の作成になっているので、まずオーディオを選んだ上で、今回はですね、3つのトラックを同時に録音してみようと思うので、トラックをトラック数3にして3つ作ります。はい。でですね、これ入力ってありますけど、当然これ3つに別々のものを録音するので、全部入力を変えなければいけません。ちょっと見てみると、今入力ってところに1から6までありますね。 はい。これはですね、今使っている、この収録に使っている、スタインバーグ UR28M というオーディオインターフェースですね。これが入力が6個ついてるんですね。なので、これが6個出てます。これは使っているオーディオインターフェースの種類によって異なります。例えば、Mac の内蔵入力を使った場合には、ステレオの右左、つまり入力が2個しかないので、これは1、2だけの表示になります。これは使っているものの仕様に準じる。 そこだけ覚えておいてください。はい。それではですね、今回後で全部バラバラに設定するので、ここはそのままにして、作成に進みます。すると、はい。3つのトラックですね。これが作成されました。はい。そしたらですね、それぞれに別々の入力を割り当てます。はい。ではですね、このトラックのヘッダーの左側のところをクリックした上で、 これで今、オーディオ1、このトラックの設定になっています。そしたら、この左側のインフォメーションのとこですね。これいらないものを全部畳んであげると、このようなミキサーのチャンネルが出てきます。はい。そしたら、この中の、ここです。インプット1って今出てますね。はい。ここが入力の設定になります。クリックすると選択肢が出てきて、インプットを選べるようになっています。はい。じゃあ、この1番はインプット1そのまま。 はい。そしたら、2番ですね。はい。2番は、ここ、インプット、2にします。はい。そしたら、次、3を選んで、3は、インプット、3にします。さあ、これで、それぞれのトラックに別の入力を割り当てました。はい。ではですね、それぞれどんな音が入るかなんですけど、えー 入ってきた音ですね、モニタリングするには、ここのインプットモニターをオンにすればいいんですけど、えー、今回ですね、ちょっと生演奏でも、えー、楽器を操作するので、えー、ここをモニタリングするとちょっと遅れが生じてしまって演奏しにくいので、今回はですね、オーディオインターフェースの設定の方でダイレクトにモニタリングできるような設定になっています。はい。 これはですね、それぞれ使っているオーディオインターフェースによって違うので、それぞれのダイレクトのモニタリングの方法ですね、マニュアル等で確認してください。じゃあまず、このインプット1につながっているものですけど、こんな感じ、キーボードの音ですね、シンセサイザーがつながっています。はい。じゃあ次、オーディオ2ですね、えー、ここにつながっているものですけど、 はい。こんな感じ。リズムマシンが繋がってます。で、3つ目ですね。これは。こんな感じ、えー。ベースのシンセサイザーですね。それが繋がってます。じゃあですね。これを同時に鳴らして録音してみるので、それぞれどんな風に取れるかですね。見てもらおうと思います。はい。録音を行うときには、録音を対象となるトラックですね。今回は全部です。それぞれ。 R をクリックしてこのように録音スタンバイ状態にしますはい、それではこの状態で録音を開始すると録音始まるので順次音を鳴らしてですね、録音してみようと思います ははい、い、こんな感じですね。一、はい、回プレイバックして聞いてみるとどんな感じになるか再生してみましょう。レックスタンバを外して頭から聞いてみましょう。 はい、こんな感じですね。はい、さっき聞いていただいた通りの演奏が録音されていると思うんですけど、これがですね、それぞれのパートがバラバラに録音されているので、例えばこの S を押してソロですね、そのトラックだけ聞いてみる。例えば1番ソロにすると、こんな感じでキーボードだけがオンになってますね。2番ソロにすると、 リズムだけですね。3番だと、ベースだけになってますね。はい、こんな風にバラバラのですね、トラックに録音されていると、個別にですね、エフェクトの処理を行ったり、ボリュームを変えたり、加工をしたりして、かなり完成度を高く持っていくことができます。これがマルチトラックレコーディングという手法ですね。はい、このように同時にですね、 演奏したものもバラバラのトラックに撮るとかなり細かく編集できるようになります。そのためにはですね、複数の入力を持ったオーディオインターフェースが不可欠となってきます。はい、今ですね、簡単な例でしたけど、これでもっと入力の多いもの、マイクを何本も使ったりすれば、バンドの一発撮りなんかもロジックプロを使って簡単に行います。基本の操作は同じですので、ぜひとも試してみてください。